審査マニア TV よろしくね。はい、審査マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、しんです。ケブツとコブツチャンネルのコメントを見ていて我慢ができなくて、結果的に見に来ることになりました。 DVD も待てませんでした。それでは見に行ってみたいと思います。アナと雪の女王を見てきました。簡単な感想を言うと、確かに面白かったですね。 DVD とかが出てそれから見ようかと思ったんですけれども、ケブスとコブスチャンネルさんが言うように劇場で見た方が確かに面白かったです。で、絵の迫力とか音も綺麗だったので楽しめました。で、沖縄にはないあの雪の世界、この雪の世界っていうのがこんなに綺麗なんだなっていうのも感じられましたし、オラフという雪だるまですね、いい味を出していて、で声優さんがあのピエール滝さんということで、ピエール滝さん結構上手だなというのを感じました。なのでまだ見ていない方は劇場で見るっていうのもありかもしれないので、興味がある方は見てみてはどうでしょうか。それではバイバイ。チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。イノさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。